どうも中島です。今日の動画は文章を早く書く方法というテーマでお話をしていきます。学生でもサラリーマンでも経営者でも文章を書いてる時間はすごく長いです。例えば、レポート、資料、企画書、メール、メルマガ、ブログ、SNS。 みんなが思っているよりも文章を書いている時間は長いです。僕は普通の人よりも文章を書くのが早い方だと思います。丸1日あれば1.5万字ぐらいの文章が書けます。最近だと自分のブログで記事を書いている人も多いです。 ただ、ブログ初心者であれば、2000文字書くのに何時間もかかる人も珍しくないです。そこで、今回は僕が早く文章を書くためにやっていることを解説します。文章にもいろんな種類があるんですが、今回は文章の中でも SEO ライティングに絞って解説をしていきます。では、早速やっていきましょう。Web 業界に転職したい阿部が Web 業界で働く中時に Web 業界のリアルな雰囲気を聞く TV です。最初に SEO ライティングが何かを解説します。 まず SEO っていうのは検索エンジン最適化のことです。検索エンジンの検索結果で上位表示することを SEO と呼びます。SEO ライティングは SEO で上位表示するための文章を書くことです。SEO で上位表示されるためには Google に評価してもらう必要があります。なので普通のライティングとは違います。ブログ記事とかウェブサイトで検索上位を狙うときに SEO ライティングが使われます。 SEO ライティングで重要なことは読者の悩みを解決して満足してもらうことです。SEO ライティングが他と最も違うところは検索意図を満たすコンテンツを書くことです。検索意図はユーザーが検索した目的のことです。キーワードによってこの検索意図は変わります。検索意図を満たせば読者の悩みは解決して満足してもらいます。その結果 Google で上位表示してもらいます。読者が検索する流れは次のようなものです。最初にあるキーワードで Google で検索をします。 次に検索結果から気になる記事をクリックしますそこで記事を閲覧しますもし満足すればそのまま離脱をします満足できなければ検索結果に戻って別の記事をクリックするか別のキーワードで再検索をします今解説したようにキーワード検索意図記事内容が一貫している必要がありますこの検索意図っていうのは他にはない SEO 特有の概念です検索意図を満たすライティング。 記事を書くのが遅い人は、ぼんやりした状態でいきなり書き始める人が多いです。これだと結果的に遅くなるし、いい記事は書けません。無理やり書き進めてもまとまりがない文章になってしまった。結局全部書き直しっていう人も多いんじゃないかと思います。実はこれは僕でも同じです。いきなり文章を書き始めると失敗することが多いです。 途中で何を書いているのか分からなくなって全部書き直すことも多いです。なので、いきなり文章を書き始めずに、ちゃんと下準備することが重要です。イメージとしては、下準備8割、文章を書くのは2割程度です。調べながら記事を書かないことが重要です。調べながら記事を書いたら、間違いなく途中で詰まります。その理由は、後から必要な情報がどんどん出てくるからです。 まず前提になる知識をしっかり頭に入れておく必要がありますもし脱毛がテーマの記事なら脱毛を徹底的に調べますコツはテーマに関連する質問であれば何でも答えられるくらい調べておくことです事前調査は基本的にネットとか本を使えば OK ですネットだとヤフー知恵袋とか SNS を見るのがおすすめですどんな悩みがあるかリアルな声が拾えるからです 本であればテーマに関連したものを10冊から20冊も読めばかなりの知識が手に入ります。面倒かもしれないんですが、ここは急がば回れで考えてください。しっかり知識を身につけておけば文章を書くのも劇的に早くなるし、完成度も劇的に上がります。ほとんどの人はこの事前調査っていうのをほとんどやりません。その結果文章を書くのも遅くなるし、いい記事にもなりません。 読者によって言葉遣いや言い回し、内容は変わります。どのくらいの前提知識があるのか、どんな悩みを抱えているのか、こういうことを考えながら記事を書きます。読者設定をしてしまうと文章が書きにくくなると思われがちなんですが、実は逆です。読者設定をきちんとする方が文章は書きやすくなります。不特定多数の人に文章を書く方が大変です。どんな内容をどんな言葉で書けばいいかがイメージしにくいからです。 特定多数の人に向けた文章よりも特定の人に送るメールの方が書きやすいはずです。それは読む相手と書く目的がはっきりしているからです。文章を書く前に誰に向かって文章を書くかを明確にしてください。 ターゲットとよく似た言葉で、ペルソナという言葉があります。ペルソナはターゲットをもっと細かく絞り込んだものだと思ってください。例えば、30代の料理好きの主婦はターゲットです。これだけだとぼんやりしていて文章を書きにくいです。それは、この人が何を考えているのかわからないからです。ペルソナで重要なことは人格を持たせることです。ペルソナの例を紹介します。29歳、女性の OL。3年前に転職。趣味はネットショッピングと旅行と料理。 6年付き合った彼氏にプロポーズされてもうすぐ結婚間近。夢は専業主婦、子供2人。結婚後は3年以内にマイホームを購入予定。こういうものです。ペルソナ設定は顔が思い浮かぶくらい絞り込むのがコツです。ペルソナを考えるときは次の8つの項目を考えてください。年齢、性別、職業、趣味、家族構成、悩み、夢、どんな生活を送っているか。この8つの項目を考えると考えやすいです。 もし、ペルソナ設定が難しい場合は、ターゲットに近い知り合いを思い浮かべるのもおすすめです。知り合いなら、性格、喋り方、リアクションがわかるからイメージしやすいです。その人に向けて文章を書くと、すごく文章が書きやすいです。芸能人を思いいい浮かかべてもいいかも。記事を書き始める前は、知識とか内容がバラバラの状態です。 この状態でいきなり文章を書き始めても絶対にうまくいきません。まずはマインドマップを使ってアイデアを整理します。マインドマップは X マインドを使うことがおすすめです。無料ツールなんですがすごく使いやすいです。このマインドマップでアイデアを出しながら整理していきます。コツはいきなり完成させようと思わないことです。まず思いついたことはとりあえずマインドマップに書いていきます。新しいアイデアをどんどん追加削除して整理していきます。 僕の場合は記事構成、内容の概要まではマインドマップで作業します。内容の概要まで考えられたら、あとはそれに従って文章を書いていくだけです。だから実質文章を書いている時間は2割程度です。マインドマップの時点で記事は8割完成しているような状態です。 文章を早く書くコツは文章を書くときに考えることを減らすことです。もちろんどうすれば理解しやすいか読みやすいかは書きながら考える必要があります。ただ記事構成、内容、書く順番などは事前に決めておくことが重要です。記事を書く前の準備で8割完成する文章を書くのが遅い人は書きながら遂行している人が多いです。 書きながら遂行してしまうと書くスピードは格段に遅くなります。仮に冒頭でつまずいてしまうと残りは全く手つかずの状態になります。そうすると時間だけが経過して記事が全く完成しません。完成度を高くするのは記事を書き終わってからの話です。まずは最初に決めた構成と内容で最後まで書き切ってください。これは早く書く技術ではなく記事の完成度を高める方法です。せっかくなので少しだけ解説をしておきます。 記事を遂行するときに特にやってほしいのは先読みです。読者の不安や疑問を先読みしてフォローすることができれば完成度は一気に上がります。ポイントは一文一文で先読みすることです。記事を読み終わった読者がどう思うかではなく、一文を読んだ読者がどう思うかというのも全部の文章でやっていきます。もし文章を読んだ読者から不満とか疑問の声が出そうだったら、そのすぐ後にフォローする文章を書きます。 先読みのコツはネガティブな声に耳を傾けることです。基本的にポジティブな声は先読みする必要がないです。それは何もしなくても読者は満足してくれるからです。読者はネガティブで卑屈で臆病で小無償なものだと考えて先読みをしてください。この先読みの詳細に関しては別の動画で詳しく解説をしているのでそちらを見てください。気持ちを先読みしてフォローする。 今日は文章を早く書く方法を解説してきました。今日は SEO ライティングに絞って解説をしたんですが、基本的にどんなライティングでも使えるはずです。まず、記事を書くのが遅い人は、ぼんやりした状態でいきなり記事を書き始めることが多いです。まとまりがない文章になってしまって、全部書き直しになってしまうことも多いので、絶対に NG です。いきなり書き始めずに、下準備をしっかりしてから書き始めるのが重要です。 下準備の段階でしっかり事前調査を済ませておきましょう。調べながら記事を書かないことが重要です。まず前提となる知識はしっかり頭に入れておきます。事前調査は基本的にネットや本を使えば OK です。コツはテーマ関連の質問には何でも答えられるくらいにはしておきます。明確な読者を設定することも重要です。読者を明確にすると文章は書きやすくなります。不特定多数の人に向けた文章より特定の人に送るメールの方が書きやすいです。 読者を明確にするにはペルソナ設定をします。もしこのペルソナ設定が難しければ知り合いを思い浮かべてください。記事を書く前に僕はマインドマップでアイデアを整理します。マインドマップは X マインドを使うことをお勧めします。いきなり完成を目指さずに思いついたことはとりあえずマインドマップにメモしていきます。 僕の場合は記事構成とか内容の概要まではマインドマップで作業します。だから実質文章を書いてる時間は記事作成の時間の2割程度です。文章を早く書くコツは書きながら考えることを減らすことです。記事の完成度を高めるのは記事を書いた後にやってください。書きながら遂行すると書くスピードが格段に落ちます。まずは最初に決めた構成と内容で記事を書き切ってください。記事の完成度を高めるには先読みを意識するといいです。 読者の不安とか疑問を先読みしてフォローできると記事の完成度は一気に上がります。先読みのコツはネガティブな声に耳を傾けることです。読者はネガティブで卑屈で臆病でコミュ障なものだと考えて先読みしてください。今日は文章を早く書く方法を解説してきました。SEO ライティングは別の動画で詳しく解説しています。学生でもサラリーマンでも経営者でも文章を書いている時間はすごく長いです。文章を書くのが早くなれば仕事が早くなります。 文章を書くのが人よりも遅いと思っている人は今日解説したコツを意識してみてくださいでは今日の解説は以上です今日のアベメモです文章を早く書くポイントは書きながら調べないで事前に調査ペルソナを設定マインドマップで構成、概要まで構築まず最後まで書き切って後で遂行文章を早く書いて仕事効率アップ 最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント高評価いただけると嬉しいです。この動画に関する質問はコメント欄で受けてい,ているのでお気軽にコメントをしてください。コメントは参考になったのような一言のコメントでもすごく嬉しいです。このチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信しているのでぜひチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。